2グランプリ目をやっていきたいと思います。で、次のコース指示はドラゴンロードですね。ここもハング振り子として知られていますから。おっと、相手がプクプクビーチですか。プクプクビーチはハング得意子なのかな。まあでも多分走りやすいとは思うんですけどね。おー、プクプクビーチが選ばれましたね。さっき1グランプリ目ではコースがボル3個取ってて、 LVA が1個取ってて、ちょっとカートが有利だったみたいなとこがあるんですけど、今回はどうですかね。俺3位スタートですね。やっていきましょう。最初の3取りでさ、ハングとね、差をつければ勝てると思うんで、ほいほい、ここですね。で、多分まあ後ろの方なんかバナスのなど狙ってくると思うんで、これはケツつけちゃいで敵の外役に回りましょうって言っといて、自分が落ちるんですけど、 OK、 これは相手にぶつけていきましょう。で、後ろ敵がパックに持ってるんで、ちょっと後ろ見ながら要注意ですね。ちょっと来てますね。まあここまで大雑把に避けることはなかったんですけど、なんか怖かったんで避けちゃいましたね。パックンのあの迫ってくる感は本当に怖いですよね。敵が下位の方にいますね、たくさん。ということは前で味方が頑張ってくれてるのかな。これはちょっとスナイプ狙われるんですけど大丈夫でしたね。で、ここで木野さんですか。木野さんはもうショートカットで使っていきましょう。で、ここでミヤくんさんがバナナと、バナナ持ってそこ通るんで、避けていきたいですね。後ろスター敵ですね、これ避けていきましょう。ミロスさんは、ちょっとここに味方がいるんで、FF が怖かったんで、避けました。ブレーキして今の赤コーラに備えるっていうのもできたんですけど、あいにくながらそこまで頭が回りませんでしたね。とりあえず衝突は避けるっていう感じで。FF は絶対に行っちゃいけないので、FF するぐらいなら今ね、自分が下がった方がいいですね。2人とも下がらない方が一番いいんですけど、そこまで頭が回りませんからね。どうも立ち回りをうまくしないと交流戦などでは上達しませんから、そこら辺の違いで交流戦をうまくできないというのもありますからね。で、このレース 1,2,3 がこっちですね。まあまあ上出来というかいいといったところでしょうか。相手にコースを取られていながらもこの順位というのはまあまあハング相手としてはまあまあいい方だと思いますね。で、次のコースもドラローですね。もう連打ですね、パッド連打。あ、相手がもう切り札のハイウェイを投入してきましたね。ハイウェイは本当に選ばれたらもうきついですからね。こちらにとって大きなダメージとなりましたけど、相手はどうしていくつもりなのか。お、セーフですね、セーフですね。ドラローが選ばれました。相手はとても多分悔しいですよね、今。どうしたドラローですね、やっていきましょう。最初の方で相手ハングをね、潰していければいいと思います。さあ、今気づいたんですけど、相手のハングに一人ロゼッタいますね。ロゼッタ、準重量のハングってどうなんだ。あ、でもマッハスリックだと確か加速3になるかな。それがメリットですよね。ちょっとめっちゃ変なスリストかな、取っちゃって変な軌道を描きましたね、今の。このセシリーさんの赤コーラが怖い。
怖いからコースアウトすることはなかったんですけど、ちょっと今のミスりましたね、単純に。こういうミスをなくしていきたいですね。ドラロは以前 TA したんですけど、うまく立ち回れませんね。で、ここはちゃんと曲がってって、木野さんですね。木野さんはもうここで使っていきましょう。あ、落ちた。落ちちゃいましたね。ちょっと走りが雑すぎますね、今回は。本当に。なんでこんな雑なんだろう。ちょっと、気を引き締めますね、これは。ちょっと集中します。これは、ここ相手しかいませんね。相手しかいないですね。ちょっと危ないんで、ここはサンドリしないで、ドリフトで。さっきここのショートカット失敗したんで、ここはケチってこう行きましょう。で、今前6ですね。前6ですよ。おっとっと、緑で狙われてしまって、この赤さんが怖いですね。赤さんは最後のショートカットで抜いていければいいんですけど、ちょっと怖いですね、これ。ここで抜きましょう。ここで前6かな？オッケーオッケー。前6ですね、これ。いいです、いいです。とてもいいですよ、これは。いやー、素晴らしいですね、これ。総合1、2、3、4取ってますね。で、相手の4位のロゼッタ、アウラさんって読むのかな、ちょっと発音がわからないんですけど、その方を潰していければ、勝てるんじゃないですかね。さあ、前6、キャット打っときましょう。次のコースがどこだ？あ、まだ指示は来てませんね。次のコース。前6のハング苦手コースは、どこだ？ミューパとかですかね。あ、ちょっとチャットが来てませんね。これは勝手に選んじゃいましょう。あ、空港。空港。あ、チャット来てましたね、空港って。ちょっとこれは申し訳ないです。チャット更新されてないと思ってました。で、空港が来ましたね。チャットでごめんなさいって言っときますか。で、空港、前6の空港は いかもしれませんね。はい。え、ちょっと、ラグいですね、これ、ちょっと。あー、オッケーオッケー。また、シレットさんの、ラグモードが発生したかな？そんな短時間に発生はしないと思うはずなのに、しないと思うんですけどね。そう、日本語がおかしくなりましたね、ってか、走りが。ちょっと今回、真面目になんか、よくミスしてしまうんで、注意していきましょう。ぐおっと、これはもうちょっとうまいですね、エリーさんが。今の停止は滑らかですね。後ろ見てたのか分かりませんけど。まあ、ただ停止しただけなら、俺相当恥ずかしいですよね、これ。あんなものに当たってしまうとは。で、これは、うん、打開したいですね。で、前4が今味方なんですよ。サンダーですか？サンダーはこれ打てませんね、これ。これは、後ろ8取られてるんで、ちょっと、赤とかボムとか怖いんで、下がろうと思ったら当たってしまいましたね。これサンダー打てないですよね。前4なので、スターとか、キノコとかも来ないですし。で、その代わり、相手ですね。相手が、めっちゃスターなど、引いてくるので、これは使いませんね。
それかラストアイテム前で使って相手をもうすごくっていうかめっちゃ抜かしていくかのどっちかですね。てかどっちかっていうかそれしか多分それしかないですね。おっとサンダー使われてしまいましたね相手に。これは痛いです。あ、ちょっとキノコ2個使っちゃいましたけど、これは多分抜かせないのでビリですね。これは、はい、いやちょっとこれ痛いですね点数的に。でも前さんはまあまあいい方だと思うんですけど、あー総合でも前4取ってますね。これはいいことです。ただ俺が9位っていうのがちょっとあれなんで、俺が9位なのがあれなんでね、次1位でも取って総合6位ぐらいに上がれたらいいと思います。で次がミューパですね。さっきの前6のところでミューパを使っていただければよかったんですけど、で相手がまたハイウェイですね。ハイウェイ来てしまうとどうしても下位に沈んでしまうので、これは避けたいですね、なるべく。あ、来てしまいましたね。これちょっときついですよこれ。ここ乗り切れれば勝てますよね、ぶっちゃけ。ここでいかに、まあ、俺含め味方が頑張ってくれるかっていうところなんですけど、まず俺が頑張らないといけないですよね。チーム内最下位です今点数は。ミニターを貯めて、ここではサンドリするために SMT を貯めて、でここではミニターボ貯めてからのあれができないというか、まああれも簡単なんですけどね、やるとあまり安定しないんでやめて、でこれは赤コーラ相手にぶつけていきましょう。もうここで最も重要なことが本当に車に当たらないことなんですよね。あ、当たってしまいましたね今のは押されたからまあちょっと納得っていうか、本当自分でミスしてぶつかっちゃうっていうのは一番ダメですね。ハイウェイではとボム兵を置かれてしまいました。これはこっち行ってコイン回収をしていきましょう。最下位でなんてことをしてるんだって思う方もいますけど、これはしょうがないです。これはキラーが出てくれたのが助かってますね相当。あそこでキラー出てなかったら俺も死んでまして、もう今赤コラで死んだんですけど、減速をしてもいいんで、あの車にぶつかっても被弾しないっていうことが大事ですね。ぶつかると思ったら減速して、あのなんだろう、転倒してしまうのを防ぐということが大事だと思います。でもってアイテムが取れませんね、これは。きついですよ。あ、でも、1、2を味方が取ってくれてるんで、これは助かってます。非常に助かりますね、これは。で、相手の方1人、引っかかってましたね。まあ、1、2、5、6、7ならまだ、ハイウェイでこれはいいんじゃないですかね、逆に。お、セレット、セフさんがすごいですね。あー、ちょっとあと2点取りたかったですね、これ。あと2点取れればっていうところでしたけど、まあ結果論なんで仕方がないですね。おー、セフさんすごいですね。TA してるとよかったっつってます。あー、じゃあリザルト画面を見て、こう、動画は、あの、ニグランプレミアのね、動画、ここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。